はい、皆さんこんにちは、ワデルグルビッシュです。で、今回からはビクトリア2ハーツオブダークネス、こちらをプレイしていきたいと思います。ダウンロードキット入れてるのでね、ハーツオブダークネスになってますが、バージョンの方はですね、画面の左下少し小さいと思うんですが、3.04 になっています。で、ちょっと EU4 の反省を生かして、今回はですね、まずちょっとチュートリアルをやって、で、皆さんのアドバイスを集約してプレイにつなげていきたいと思ってます。UFO の方は、もういきなりゲームを、まあ、実況プレイ始めて、後追いで皆さんからいろいろ、非常にためになるアドバイスや、ご意見とかいただいたんですけども、もうすでに手遅れの状態になってしまっていたので、UFO の方はリベンジを、予定してます。で、秀吉による朝鮮出兵をちょっとプレイしていこうかなと思ってまして、まずは、信長で始めて秀吉に代替わりするところまで進めてからですね、UFO で皆さんからいただいたコメントを、まあ、重々ね、噛み締めながら、リベンジプレイを行っていきたいと思いますので、ぜひそっちの方もですね、お楽しみにしていただきたいというのと、またお気づきの点があれば、どしどし、こいつ懲りないなと、何度言ってもダメだなと思われると思うんですが、見放さずに、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回はビクトリア2やっていきましょう。チュートリアルからやります。まあ、もうね、皆さんからするとチュートリアルを見せられる方はたまったもんじゃないと思うんですが、まあ、チュートリアルはあくまでももう流してるだけと思っていただいて、ぜひ、ビクトリア2はこんな点が注意点だよとか、こういうことに気をつけた方がいいねとか、こういうプレイが面白いよとか、そういうですね、コメント、感想、あとアドバイスをいただきたいと思っています。では、始めていきましょう。で、一応日本語がもっと入れてるんですけど、どうなんでしょうね。EU4 とか、まあ、ハーツオブアイアンとは、まあ、ちょっとね、いわゆるフォントが、だいぶ丸っこいフォントになっているかなと思うんですけど、これが日本語化で合ってますかねっていうところからなんですけど、まあ、そもそもね、他の方の動画はあまり見ない、見る時間がないっていうのが正直なところなんですけど、なので、これが正しい日本語化の状態かっていうところからね、もしかしたら違ってるよっていうのはあるかもしれないんですけど、見ていきたいと思います。ビクトリア2へようこそ。19世紀を舞台にした戦略ゲームですということですね。で、あなたの国、プレイヤーは国を指導し、この動乱の時代を巧みに生き抜いていきますという話になってます。で、左上に選択した国の旗と世界における順位が表示されているということで、今これは9位ってことなのかな、ベルギーは。ね。順位を上げるのが重要なゲームの目標。まあ、ベルギーとかで、まあ北欧の国はその順位を争うのはあまり好まないお国柄に今となってはなってると思うんですけどね。まあ、日本でいう運動会で、順位をつけるじゃないですか。1位、2位、3位みたいな。そういうのも、まあ北欧諸国からするとクエスチョンな内容みたいですね。頑張ることが重要であって、順位付けをすることは重要ではないということで、順位付けは、どうやらしないらしいです。国家を指導すると。ちょっと中身見ておきますが、ビクトリア2は国家の運命を左右するツールがいくつも用意されている。まあ、このあたりのツールも内容をきちっと理解していく必要がありますよね。EU4 の時は特に技術力を無視した、安定度を無視した、この大きなペナルティを持った状態でプレイを続けたので、もう破上してしまいましたからね。繰り返しになりますが、EU4 は秀吉プレイでリベンジ予定してます。で、生産画面と、あとお金、まあ技術。まあ、技術はね、もう本当に今センシティブな自分なりのキーワードになってますけど。あと人口、貿易、外交、軍事ということですね。で、マップ。ほとんどのアクションが世界マップで行われますと。はい。まあ、マップちょっとせっかくなので日本とか見てみますか？日本。こんな感じかな？日本の場所はね。静岡。江戸。まだ江戸だな。江戸という表記が正しい時代なんだろうか、これ。1836年。まあ、ギリ江戸と呼ばれてもおかしくない時代だね。迷子になってしまった場合は、好きな場所をクリックすればいいですよ、と。で、ちょっと、大好きな体当たりを、ぴょんとフューチャーしますか。いいねー。いやー、暑いなー。一応1月17、18、19、20とね、まあ、また3泊4日の強行軍なんですが、タイに行ってきますんで。で、マップモードがいつか用意されているという話ですね。
このマップモードも、今、地形マップがこれだよね。続いて政治マップ。政治マップっていうのは何？国ごとに分かれてると見ていいのかな？で、交通網。ほう。外交。さらに、地方マップ。これは、地方、本当にその地方ごとに色分けされてる感じなのかな？氾濫発生。行政効率。このあたりはでも使う機会があんまりなさそうな気もしますけどね。どうなんでしょうね。まあ今見た感じだとこの政治マップっていうのが一番使いやすそうな感じがしますけど、このあたりもね、どういうマップを使うと使いやすいですよとかっていうのがあれば、ぜひコメント欄に、あるいはツイッターの方に書き込んでいただければと思います。で、時間の流れ。まあこれはね、オーソドックスにスタート、ストップ、あとはプラスマイナスで時間を進めていく感じですかね。で、様々な活動。世界ではいろいろなことが起こります。EU 法は割と回りくどい表現が多かったんですけど、日本語化がかなり優秀ですよね。頑張っていただいた方がいらっしゃるんだと思うんですけど。で、ポップアップ画面とメッセージアイコンがでありますという話。で、外交アイコンを除きメッセージの表示形式が好きなように変えられます。まあ一旦デフォルトでいきましょう。見やすい、見づらいっていうのが出てきたら、チューニングしていきましょうか。で、基礎レベル、陸軍と海軍に進みます。ユニットを選ぶこと。はい。画面上に今ユニットいますね。これがユニットだと思います。ブリュッセルの軍を選んでくださいという話で、ユニットビュー。今選ぶと、ここに指揮官が不在であることと、兵員数と師団数、さらに供給ステータスが表示されていると。ほう。耐久力と組織率に関しては、耐久率が下がれば当然死んでいってしまうんでしょうね。組織率が高ければ高いほどいいという話だと思います。まあ、供給がパッと見重要そうなのかな。ここね、供給。しっかり気をつけていきましょう。で、分割。オランダ軍の進撃を食い止めるため、ユニットを国境まで進軍させなければなりません。しかし、首都を無防備にするわけにもいきませんと。ほう。軍勢を分割しましょうという話だね。軍勢の分割。このあたりは EU 法と、まあ、似てる部分があるので、割と取っかかりやすいですね。で、分割。新しい陸軍の軍隊が作成されましたと。まあ、二つに分かれたという感じかな。で、ユニットでその軍隊をいっぱいにするため、マークされたボタンをクリックして、好みのサブユニットに移動させてください。ほい。バランスを取れていいかな、一旦ね。で、結合うまくやりましたねと。ブリュッセルは現在2つの陸軍がいます。2つにしたからね。陸軍の次の波打ったベルギーの旗の次に小さな旗があるのがわかるでしょうか？いや、わからんわ。これのことかな。これはここに2つ以上の陸軍が存在していることを示します。そうなの？陸軍の次の波打ったベルギーの旗の次に小さな旗がある。これのことかな？ちょっとわかりづらいけど、きっとこれのことなんだろうな。で、オランダ人はおそらくこの陸軍を埋まっているはずなので、それを再結合する必要があります。いや、結局再結合かいという話だな。再結合して合流させます。で、ユニットの移動ですね。今、この第1軍と呼びましょうか。仮にこの第1軍の方は、1旅団というか、1師団あたり3000名の兵で、合計1万2000なので12と出ているんでしょうね。で、陸軍を移動させますという話ね。はい。で、戦いが起きました。G ユニットが現在、オランダ軍と交戦中と。で、誰が勝っているのかを示すのが、プログレスバー。これだな、プログレスバーというのは。戦闘。今だと何も起こっていない。プロレスバーじゃないね。プログレスバーを見ておくと、詳細を見ることができるという話か。
で、我が軍は勝利。これ勝利にさ、何が寄与したの？オランダ軍が9000、我々が1万2000、まあ、単純に軍の数で上回ったということなのかな。で、アウトライナーは陸軍の戦い、進行中の建設など、あなたの国でいろいろと役立つものへのショートカットです。うん。アウトライナーで、このユニットをクリックしてください。どのユニットよ？アウトライナーでクリックしてくださいって言われてもさ。我々は 3EME ディビジョンを欲しています。アウトライナーでそのユニットをクリックしてください。いやー、どれのことでしょうか。アウトライナーというのがそもそもどれかは分かってないけど。アウトライナーはきっとこれだな。3M ディビジョン。これだ。これでしょう。そうだね。回路で、ユニットを輸送。オランダ人を驚愕されたために、我々戦線の背後に陸軍を移動させることにしました。いいね。ブリュッツへの陸軍が選択されているか確認してください。ブリュッツへ。そうだね。大丈夫そうだね。うん。で、船に乗せるマークがこれだ。ほい、乗せましょう。現在、我々は海のプロビンス、ドッカーバンクに艦隊を動かさなければなりません。ドッカーバンクはどこにある？ここがドッカーバンクだな。ドッカーバンクに艦隊を移動させるには、艦隊を選んだ後、はいはい、右クリックして、海岸を。なるほど。では、時間を進めます。よし、これで基礎レベル完了ですね。基礎レベル生産。まあ、生産も重要だからな。ビクトリア2の産業関連のチュートリアルへようこそ。経済活動は通貨と製品で成り立っています。いろいろな製品が生産され、それを国民や軍隊が消費します。という話だね。自国で生産された物品の概要を見たいときはトップバーの生産タブを押す。これだな。で、ビクトリア2において世界を動かす原動力の一つが物品の取引。物品は材木から消火器まで全てを網羅。おー、これは幅広そうだな。ここで言う消費者とは食べ物を必要とする人だけでなく、原材料を必要とする生産者だったりもしますと。なるほどね。これ子供向けではないね。小学生ぐらいではちょっと理解するのが難しそう。まあ、お前が理解できるのかと言われれば、理解をしないでプレイを今始めている最中ではあるんですが。生産画面。この画面では自国で生産される物品のすべてがカテゴリー別に見られます。それぞれの物品の隣にあるアイコンはそれがどうやって生産されるかを示している。ちょっとわかりやすそうなのを見ておきたいな。例えば、木綿が生産されていませんになってるか、生産されてるものを見た方がいいよね。製鉄所。で、製鉄所は何からできるかというと、鉄鋼を生産していると。こう。そういうことね。生産は3つの方法で、製品は3つの方法で生産されます。資源、確保活動、職人、工場。うん。で、基礎レベル予算に進みます。この場合、ベルギーでは、まあ今プレイしてる、チュートリアルがベルギーですからね。世界に冠たる国となるためには、しっかりとした国家予算の管理が必要。トップバーにある予算をクリックしてください。政府の支出と収入を管理。急に資金が必要になった時は資金を借り入れることができます。借金か。僕もね、マンション買うのにローン組んでますからね。税金。政府の最も重要な収入源は、税収。あ、そうだよね。貧民層、中流層、富裕層。いやー、なんとか貧民層から中流層、強いては、富裕層になり上がりたいな。
階層ごとに職業も違います。各階層の税率スライダーの横にアイコンの形で職業が表示されています。ちなみに、下級層、工員、農民、労働者、まさにこれだ。まさにこれよ。ちなみに、中級は職人、官僚、聖職者、事務員、将校。富裕層は貴族、資本家。いやー、労働者である自分は、ここでまざまざと自分が仮想階級であることを思い知らされるわけだな。支出、税金で何をするのかと、まあ、使い道の話ですね。国家の備蓄購入、教育、行政、社会保障に軍事費、まあ、これらのものがありますという話だね。で、予算の話が続きますと。で、借金の借り入れ、借金を申し込むことができますという話だね。じゃあちょっと申し込みますか、借金を。思い切ってドカッと。まあ確かにね、負債総額が一気に跳ね上がりましたからね。一気に跳ね上がりましたよ。桁が3桁違うから。で、返済しますと。ほい。で、基礎レベル技術。国際社会で優位に立つには優れた技術が必要です。技術は軍隊から産業まであらゆるものを改善します。これはね、EU 法で嫌というほど、もう、痛感しましたからね。では、技術についての操作を技術画面を開いて行います。技術画面ですね。こちらになりますか。この技術の画面から技術の研究を始めます。技術は陸軍、海軍、商業、文化、産業の5種類。ベルギーは新興工業国です。では工業をクリックしましょう。はーい、工業。すべての産業技術がここに表示されます。緑色のはすでに獲得済み。また黄色は研究可能な技術で、灰色はまだ研究できないもの。これどんどん進めていけばいくほどいいってことだよね。工業大国を目指してインフラを整備しましょう。では、実験的鉄道をクリックしてください。これまた黄色なので、研究可能だけど研究が始まっていないものですね。研究を始めます。選択した技術。まあ、ここで言う実験的鉄道がブルーに変わりましたよね。これは目下研究が進められている証拠ですという話です。研究は何？一つしか同時に進められないのかな？発音バイアン法とかだよね。研究スロットがあれば研究可能だと思いますが。続いて基礎レベル政治。ビクトリアツの政治画面について説明しますという話ですね。では政治画面を開きます。この画面では自国の現在の政権与党だけでなく国民や有権者の政治思考や彼らの関心を持つ問題も確認可能。おお。政治体制によっては政権与党を変更することも可能です。民主主義に近い体制なら選挙を行うことができます。はい。政府。ここでは自国の政府与党を見られます。政権与党は一つのイデオロギーといくつかの政策を持っています。こうした政策は資本家しか工場を建設できない。あるいは政府も工場を建設可能かなど、政府の行動範囲に制限を加え、予算画面のスライダーに上限や下限を設定する。まあ、完全自由資本主義かどうかとか、まあ、そういったところですかね。あ、実際なんか今国民党がいて、みたいな出てますね。で、政策としては、保護貿易主義とかね、公選主義とかありますが、これを変えることができるという話か。ベルギーの現在の政権与党は会議党です。うん。会議党なの、国民党になってるように見るけど。それぞれの問題に、マウスを置けば詳しい説明が見られます。問題って何って話してくる。まあ、これでいいんだろうな。はい。施政方針ですね。国家の構造や機能を変える数多くの政治改革や社会改革を行うことができる施政方針。うん。国民が求める改革は行うべきですが、それを財政的に賄えなければ話になりません。まあ、これは政治的な発言したくないんですけどね。今更、消費税をね、下げるだとか、いきなり原発をゼロにするとか、ちょっとそういう政策を掲げている政党はね、ちょっと正直信用ならないと思うんですよ。
実際にそれやった時に何が起きるかっていうのを全く無視した、まさに国民をね、騙すような政策なんじゃないかなと個人的には思っています。さて、続いて問題と有権者。ここで国民が国内のいろいろな問題をどう考えているかを確認できる。なるほど。2つの円グラフがあって、有権者イデロギーと国民イデロギーです。この2つのグラフの差は政治改革の一つである選挙制度によって大きくもなれば小さくもなる。このグラフの違いを示すのは、ある政党が選挙で勝ったとしても国民の過半数はその結果に起こるかもしれないということ。以下は国民と有権者が最も重要だと考える問題です。これもね、N 国党さんではっきりとしましたよね。N 国党さんを支持する人たちがね、一定数いたから N 国党が議席を持ったと思うんですけど、N 国党の現在の惨状を見るとね、ちょっとね、どうなんだろうと、個人的には思いますけどね。N 国党さんの支持者の方もいらっしゃると思うので、あまり多くは語りませんが。で、重要な関心事としては、介入主義、比例代表制。反軍主義。こういったものが、関心事として挙げられているという話。続いて、基礎レベルの人口。国民は国の最も重要なリソースで、ビクトリア2においては国々を動かす原動力。国民は、物品を生産、物品を購入、税金を払い投票、不満が募れば反乱を起こす。国民に関する情報は主に人口画面から得られます。しかし、その前に国民が住む場所、プロビンスやステートについて説明しましょう。マップ中央にあるブリュッセルというプロビンスをクリックしてください。こちらですね。マップは無数のプロビンスに分かれています。プロビンスはこの国における地理的な最小単位。国民はプロビンスで暮らし働きます。村とかそういう単位ですかね。マップはステートという区分に分けられます。一つのステートは一つから四つ、時にはそれ以上のプロビンスで構成されます。なるほどね。プロビンスを選択すると、プロビンス画面が開きます。その画面の一番上にはステートの名前。ここでは、フラデレンっていうところなのかな。そうですね。で、プロビンス名としてはブリュッセルと。ステート名が一番上、千葉県船橋市みたいなことですね。ビクトリア2で国民の身の上に起こることの多くは間接的ながらもあなたが起こした行動によるものです。ただしプレイヤーがもっと直接的に影響を与える方法があります。国力の集中です。国力の集中にアクセスするにはプロビンス画面の国力集中アイコンを押してください。このさ、国力集中をすることでどんなメリットがあるかっていうのを知っておきたいよね。国力集中の一つはステート規模で間接的なものがいくつか効果を通して国民に最も強力な影響を与えられる。鉄道、移民、外交、女性。なるほど。ベルギーの工業生産を改善するため、我々にはより多くの工場労働者が必要。そこで、国力、傾注を設定するため、工員アイコンをクリック。工員、次を女性、工員プラス20%。なるほど。今欲しいものにこの女性をバーンとぶっ込めばいいわけですね。これは面白いな。とりあえず工員要請をやりましょう。プロビンス画面には人口の統計データを表示されます。3つの円グラフは左から順に彼らの労働力、イデオロギー、文化。ちょっと中身見ると労働者が77、職人が10%とか、こういうことね。で、イデオロギーが保守主義があって、自由主義があって反動主義。なるほど。カルチャーもあるということですね。なんでカルチャーだけ日本語化されてないでしょうね。構わないんですけど。これもステート単位でこういうことがあるっていうのを覚えておく必要があるな。国単位ではなく、あくまででもステート単位ですね。ステート単位でこれがあります。じゃあ、人口統計表示ボタンをクリックして中身をもうちょっと細かく見ましょうと。ベルギーの国民に関する全ての情報を見ることが可能。先に選択したブリュッセルからこの画面に見ることが入ることができます。まずこのプロビンスの構成を詳しく見てみましょう。それから別のプロビンスや政党、国全体を選択すれば国民の情報をいろいろな区分で見ることができます。職業や文化、宗教など現在選択しているものに関するたくさんの統計データがありますと。プロビンスの住民についてかなり長いリストがあり、これは同じ職業や文化、宗教などを共有する集団、ポップの表です。では、ポップの一つについてもう少し詳しく見ていきましょう。フランドルの工員を見つけて、工員のアイコンをクリック。フランドル。フランドルさんはどこにいる？
で、国民の基本ユニットはポップと呼ばれる同じ文化や宗教、職業の人々の集まりです。うん、で、国民が様々な問題についてどう感じ、どれくらい不満を持っているかがわかります。この画面を見て、それぞれのポップがあなたの政策をどう考えているか、新しい仕事を探しているか、他国へ移住しようとしているか、反乱を起こそうとしているかなど、知ることができるという話だね。行員ワロン、ブリュッセル。反乱勢力ね、参加はなし。はあ、では、基礎レベル貿易に進みます。貿易。ビクトリア2において、物品は RGO や工場、職人といった様々な方面から生産され、それらを市場で売ることで現金が得られます。こうした取引の大半はポップや工場の間で行われます。プレイヤーも軍事ユニットの生産や軍勢の物資供給、工場建設、海外領土支援のために取引を行うことができます。なるほど。貿易画面を見ていきましょう。これは貿易画面。市場における物品の流れに関するいろいろな情報を見ることができます。画面左上には全物品の価格や最近の価格変動が表示。画面のね、左上。で、消火器に関する情報を見てみましょう。はい。消火器に関する情報。これだ。画面左上にある四角いパネルに物品の詳細が表示される。はい。一番上の価格曲線はこれまでの価格の推移。はい。続いて自動化のチェックボックス。自動化すると何があるんだ？自動的に取引オーダーを設定できると。まあ、これ供給でこれをやっておかないと滞ると気づかないまま、充足率が下がっていくっていうことが起きてしまいそうですね。ここは注意しておこう。その物品が自国でどれだけ生産され、政府や生産者、国民にどれだけ必要とされているかがわかります。という話ね。では、貿易を設定する。オランダは脅威です。将来のために武器を蓄えておくべき。銃は軍事ユニットの生産や物資供給に不可欠です。下にある購入と書かれたアイコン。と、その隣にあるスライダーに気がつきましたか？購入のアイコンがちょっと気づかないんだけど。売却ならあるけど。で、これで購入売却が可能だね。購入と書かれた下にあるアイコンをクリックするか、表示が売却に切り替わり、これを切り替えろってこと？じゃあ。購入に変わった。なるほど。購入、売却の設定が購入になっているのを確認してから、スライダーを10ユニット前後まで持ってってください。はい。10買いましょう。こんな感じかな？ 10。で、貿易設定で10個買えるってことだね。国家備蓄。では、国家備蓄に目を移してみましょう。ここでは政府がどれくらい貿易品を蓄えているか確認でき、昨日からの備蓄量の変化もわかります。で、消火器が増えた。矢印が示すボタンも覚えておきましょう。これをクリックすると国内市場にいる人々が国家備蓄から物品を購入します。これは戦争中など海外から買えない時に役に立ちます。ですから戦略的物資はあらかじめ蓄えておく。まあそういうことになるね。では、基礎レベル外交に移ります。外交はビクトリッツの世界を制覇する上で重要なツールです。ここで同盟を結んだり、宣戦布告したりできます。うん。トップバーの外交を見ていきます。これが外交画面です。この画面を通じて外交活動を行ったり、他国の状況を見たりできます。まず、北に隣接する敵国に対して行動を起こす必要があるでしょう。オランダは我々よりも少しばかり国力で優れているので、我が国としてはどこかの国と同盟を結ぶ必要があります。同盟候補として有益なのはイギリス。いや、イギリスと組んだらオランダ圧倒できるでしょう。左下のリストからイギリスを選んでください。フィルターボタンを使えばリストに表示される国を絞ることができます。ヨーロッパで絞り込んでイギリス。イギリスが選択されました。連合国。同盟するにはイギリスとの友好関係を高めなければなりません。先ほどクリックしたリストの左側、右側の列を確認。少し低めですが同盟を結べる可能性があります。これは何のマークなの？
関係で並び替え、関係がいい方だってことでね。15。ちなみにオランダはマイナス90、オースマンがマイナス10って出てますね。では、イギリスの現在の状況を見ておきましょうということで、戦争一覧。国家情報。画面左上に現在進行中の戦争が表示されているはずです。テキサスが旧宗主国のメキシコと戦っています。それだけだね。で、画面右側中央のパネルを見れば、イギリスの同盟国と戦争相手をイギリスの戦争遂行能力とともに確認することができる。ほう。イギリスの同盟国がどこかというのが、まあ、ずらっと並んでるけど、多い。オリッサ、ナクブール、インドールとかね、いろいろありますよね。で、戦争遂行能力はどこで見ればいいの？まあ、でも、維新が2位で、工業が1位、軍事が2位。まあ、強いよね。では、同盟を結成します。ガーン。彼らは受け入れないでしょうになってるけど、大丈夫なのかな？戦争国。ここではイギリスは我々の同盟国になりました。通常だと相手が承諾したかどうかがかかるまで時間がかかりますが、今回は外務省が迅速に動いたようです。リストラからオランダを選んで戦争国。よし。オランダに対して宣戦布告していこう。宣戦布告するときは戦争の目標を設定しなければなりません。まあ、開戦自由ってやつですね。和平交渉で要求できるのはこの戦争目標で設定されたことだけです。戦争が有利に進んでいるなら戦争目標を追加することもできますが、万が一目標を達成できないと国民の政府に対する不満が増加。今回はオランダに屈辱を与えるを戦争目標として選択しましょう。勝利すればオランダの国威を若干下げられる。なるほどね。領土の獲得だよな。やっぱ一番したいのはね。宣戦布告には代償が伴います。国際世論があなたの国を無分別だ、国だと見るようになるのです。これを汚名と言います。汚名が高まると、諸国はあなたの暴虐無尽な振る舞いを止めようと結束を高めるなど、かなり厄介なことが起こる可能性があります。しかし、戦争で得られる利益もあります。戦争に勝てば戦争目標の達成だけでなく、自国の国威も高まります。なるほどね。で、和平コストがあるよという話が出ていて、和平コストが高い目標は敵国の同意を得るために多くの戦果を上げることが求められます。これで宣戦布告の準備は整いました。では、宣戦布告をしていきましょう。で、中級レベル外交に進むという話になります。軍事は、一番最初にちょろっといじっただけで終わっちゃったのかな？ちょっと心配の種は尽きないですが。という感じでね、次回はね、中級編を行っていきたいと思います。中級上級編とチュートリアルは用意されているようなので、大変申し訳ないんですが、チュートリアルをね、全3回にわたって、お前は実況の中に入れるのかと、よお叱りもあろうかと思うんですが、まあ、その3回のチュートリアルの中で皆さんからね、アドバイスを十分にいただいて、プレイの中に反映していきたいと思いますので、ちょっとそこはね、ご了承いただいて、まあ、ちょっとね、ラジオ代わりにでも結構なので、見ていただく中でお気づきの点とかあればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、お寄せいただければ嬉しいなというふうに思っています。では次回はね、チュートリアルの中級編をやっていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。